デブレツェン大学とは、ハンガリーデーブレツェンにある大学である。1538年に設立されて以降続く、国内最古の高等教育機関である。1986年に薬学部で始まって、以来、外国人への英語での授業は行われており、現在では2000人の外国人生徒を要している。また、基礎薬学キャンパスを大韓民国 将軍に設置している。デブレツェンでの高等教育の起こりは、1538年にデブレツェン・カルバン派大学が設立された時である。その後、ハンガリー国内で重要な高等教育機関であり続け、20世紀の初めに、王立大学として、総合大学となった。現在、市内にあるカルバン派の大学であるデブレツェン・カルバン派進学大学とは、 強い連携を有している。1908年、人文科学カルバン派学会が設立され、1912年には、ハンガリー王立大学が設立された。王立大学は、神学部、法学部、芸術学部で設立され、1914年に講義が開始された。1918年には新たに薬学科胸が誕生し、1927年に、 薬学キャンパスが設立された。1921年、大学は、前首相であるティサイシュトバーンの名を取り、改名した。1932年には、市内で一番高く、折衷主義建築とバロックリバイバル建築で建てられた、中心棟ができた。中庭から望む中心九1949年から、翌1950年にかけて大学は、共産主義のもと、 改革を行った。その再構築の目的は、大学を分割し、非効果的な組織にすることだけではなく、政治的信条が合わない勢力を弱めることにもあった。その結果、進学部はカルバン派進学大学として、独立、薬学部は薬学大学として、独立、法学部は廃止され、教員は大学に解雇された。A 文学科、フッツ文学科、 独文学科、異文学科、古典文献学科も閉鎖され、路文学科が飛躍的な拡大をした。西側の言語教育は1956年以降に再開されたが、異文学科は1990年代になるまで再開されなかった。カルバンハ進学大学理学部は1949年に独立した学部になり、1970年に新しい科学棟に移転している。 また、理学部と芸術学部はその名を、コシュートラヨシュ大学に改め、2000年まで独立した大学であった。2000年1月1日、ハイルービハール県にある農業大学、コシュートラヨシュ大学、薬学大学は、デブレツェン大学に合併した。また後に、デブレツェン芸術学校、ハイルーベセール名にと、ニーレジハーザにある学科も合併し、デブレツェン大学は、 実質5つの総合大学と3の単科大学に相当するもの、そして2万人の生徒を要する大学となった。1927年に設立されたデブレツェン夏季学校はデブレツェン大学の中にあるが、組織的には独立している。この学校はハンガリー語を母語としない人々に対して、ハンガリー文化とハンガリー語を1年間で教育している。 学内で最も有名な雑誌は、学生生活で、オンライン媒体は w w w e g y e t e m p o r t a l f である。医学部大学協会生命科学胸、デブレツェン大学は2つのメインキャンパスを用しており、どちらも市内に存在している。古いメインキャンパスは主に芸術学部、理学部、情報学部、医学部、音楽学部が利用しており、 植物園がある。新しいメインキャンパスは、カッシャー・イドウリキャンパスとも呼ばれ、主に経済学部と法学部が利用している。その他にも、小さなキャンパスが市内に点在し、例えば、物理学科とハンガリー科学アカデミーの原子核研究所は独自のキャンパスを有している。また、農学部も独自のキャンパスを有している。デブレツン大学の図書館は、 ハンガリー国内で最大の大学図書館である。また、国内に二つしかない国立図書館の一つである。その像書数は六百万冊を数える。ディオセジ・サーミュエルとファゼカ・シュミハーイの像ハトバニー・シュトバーンの像。ありがとうございます。